こんにちは、目立つゆうきですね、たくさん動画出してますけど、私もね、LINE アットとかではないんですけども、メールアドレスという連絡先は必ず入れとくようにしてるんですよ。まあ、そこからお問い合わせいただいた方っていうのはかなりですね、速稼塾を購入する可能性が高いということでございます。というのが、速稼塾って価格をお知らせしたままこちらにお問い合わせ してくださいってやりますから、その30万なら30万を確保した人がメッセージくださるんですよね。だから私はそこでふるいにかけてるっていうんですかね、非常にその対応する手間もかかんないんですよ、逆にね。ざっくりと募集してたくさんの方からお問い合わせいただいて、それを選別したり説得したり振り分けたりとかおまけをつけたりとかしてると、やっぱりやり取りの回数増えちゃうんですよね。で、最初はそういうこともしたような気がします。セミナーに誘導して、セミナーでクロージングして、最終的には断りにくい状況を作って決済していただく、打ち金をいただいて本当にね、500円でも1000円でも払うと、もうね、残金払わないといけないって気持ちになるんですよね。そういう心理も使ってきた覚えがありますけども、段階と自分のレベルと、それから資産状況に合わせてやり方が変わるもんで、今はね、メールをいただいた方に、ワントゥワンのメッセージを送って、速稼塾ってものに対しての、これ参加概要っていう説明書をお送りして、支払いもこうですよっていうことをね、分かっていただくっていう形です。その時にはね、すでに私の動画とかメッセージ、メール、こういうのは長いのが負担にならない方がたどり着いてると思いますんで、結構長めのもんでも読んでいただけるんじゃないかなと思うんですよ。本当にね、ちょっと興味があるぐらいだったら、コメント欄に書いてくださる方いますよね。コメントっていうのはだから、その辺はそれでありがたいんですけども、速稼塾購入の意思のレベルとしてはそんなに強くないと認識してますね。購入してくださるような可能性の高い方っていうのはメールをくださると思います。で、他の連絡経路って基本的に私ないんですよね。 Facebook はやってますけども、ダイレクトメッセージは、いきなりメッセージ来ることもありますけども、基本的にはそこそこの関係になった方とのやり取りはあるという感じですかね。だからやっぱり速稼塾の販売場所っていうのはメールのやり取りってことになります。で、私メールアドレス作って以来一回も変えたことがないんで、このセルシオアットマークgmail.comですよね。これをあちこちに晒しまくったりとか、お伝えしまくったりとかしてるんですけども、ちょっと話題変わりますけども、メールアドレスがバレたからといってそこから起きる不具合っていうのは全くないんですよね。だからメールアドレスを漏洩することに対する恐怖っていうのが全くないっていうのかな、何なんでしょうね。個人情報って、大した個人情報は私は持ってないと思うんで、定款入れてる時点でね、法人の個人情報なんて、ダダ漏れですから、どうしようもないぐらい。だからそうなると、個人情報の取り扱いっていうのは慎重にはしますけども、何なんだろうなとか思っちゃいますよね。こうやって目立とうとしてるのに個人情報を守りたいっていうのは、なんか相矛盾するような気がしますけどもね。ちょっと話題ずれましたけども、じゃあ目立つためには何をすればいいのかっていうと、目立つためには本当に危険なこととかね、人がびっくりすることとか、誰にもできないようなこととか、勇気を出さないとダメなこととか、恥ずかしいこととか、いろいろ方法ありますけども、私はね、そんなに目立つために何かを奇抜なことをやろうっていう気持ちはあんまりなくって、あるとすればやっぱりね、続いてるってことですよね。続けてること。だから7年前に始めた人でも、もう今はやってないんですよね。で、未だに私やってるみたいな。多分、来年もやってるでしょうし、10年後もやってるでしょうしね。30年後もやってるんじゃないですか、生きてれば。続けているってことで目立てば、それが一番自分のスタイルにも合ってるし、多分誰もついてこれないものではないかなと思うんですよ。で、私がもうね、その継続をやめた時っていうのは、死んだ時ですよ、本当。お金稼ぎたくてしょうがなくてやってるわけでも何でもなくてですね、それこそ注文なんてなくてもいいやと思ってやってますんで、だからこそ正直なことが喋れるところもありますし、ある意味ね、暴露もできると思うんですよ。ネットビジネスとか暗号通貨でインチキ振りまいた人とか、もう今まで随分とね、私話してきました。本当にね、名前を晒す勢いで喋ってきました。名前を出したこともあります、具体的な名前をね。それに対してやっぱりね、今は良くなかったかなと思います。別に人に恥をかかせるためにやるわけじゃなくて、なんていうのかな、自分の個人的な思いが出せればいいかなと思ってます。誰か追い込むためにやる必要なかったかなと思いますんで、やっぱり今はね、個別の案件とか、個別の人の名前とか出さないようにした方がいいかなと思ってますね。出してもどうってことはないんですけども、やめとこうかなってことですね。やっぱり、なんですかね、いろいろと思い
悩むところがありますけども、なんですかね。あ、誰か来たんで終わりです。